平野翔は超人気で、イケイケとべから漏れる、スノーマンも来るかも、話。ストーンズが、ナンバー6、で、ナンバー7。スノスト W 遺跡、不穏未来。8月4日、国連人権理事会の、ビジネスと人権、作業部会のメンバーが、日本政府と企業の人権をめぐる義務や責任についての調査を終えたとして、日本記者クラブで会見を開いた。 今年に入ってから連日報じられ続けているジャニーズ事務所に対する厳しい批判意見も飛び出し、大注目を集めている。ジャニーズ事務所では、今年3月頃から創業者のジャニー北川氏、去年87の過去の未成年タレントによる加害問題、いわゆるジャニー氏の闇が本格的にクローズアップされ、世界的な問題に。今回の会見では、 作業部会の議長のダミロラオラウイ氏と委員のピチャモン・エオパントン氏らが出席。タレント数100人が性的搾取と虐待に巻き込まれるという深く憂慮すべき疑惑が明らかになったと語り、さらに日本のメディア企業は数十年にもわたり、この不祥事のもみ消しに加担したと伝えられていると長らく続いてきたメディアの沈黙を批判したほか、 ジャニーズ事務所が立ち上げた特別チームによる調査についても、透明性と正当性に疑念が残ると厳しく断じている。ジャニー氏の没後、主力タレントの対処が相次いでいたジャニーズ事務所ですが、ジャニー氏の闇が国際問題に発展してしまったことから、今後も弱体化は避けられないでしょう。そして、それに反比例するように滝沢秀明氏、 41が立ち上げたエンターテインメント会社、トベッカ。7月に入ってから日に日に勢いを増していますよね。ワイドショー関係者。トベは、ハッシュタグトベコンティニュードアンダーライン、数字というナンバリングで、続々と元ジャニーズタレントの合流を発表。日を追うごとに存在感を増し続けている。8月4日時点で、 ハッシュタグ、トベコンティニュードアンダーライン01、として三宅県、44、ハッシュタグ、トベコンティニュードアンダーライン02、として元キングプリンスの平野二26、と神宮寺優太、25、ハッシュタグ、トベコンティニュードアンダーライン03、として、7人組ユニットの IMP。元 IMPA c トルズ、らの合流が、 それぞれトべの YouTube 小配信で発表されてきた。全員合わせて TOBA ファミリーを名乗っていますが、近いうちにあと二人ファミリーが増えることが確実視されていますね。全道その二人とは、8月末でキスマイ FT2 を脱退し、ジャニーズ事務所からも退所する北山博光37と、9月末の退所を控えている元金プリの岸優太 27。両者は、以前から飛べ合流説が各メディアで報じられ続けてきた。北山さんは兼ねてより、自分のラッキーナンバーは4だと公言しています。ジャニーズ事務所のオーディションの時の番号が44番だったことが理由のようですが、滝沢さんはそういうストーリーや現活疑的なものが好きですからね。 北山さんが自身の9月17日の誕生日に、ハッシュタグ、飛べコンティニュードアンダーライン04として飛べに合流するのではないか、と、ファンや関係者の間では囁かれていますね。そして、10月以降に岸さんが、ハッシュタグ、飛べコンティニュードアンダーライン05で合流する、それが超濃厚というわけです。全同。